今日はちょっと特別な感じなんですけど、なんだかわかりますか？特別な感じなんですけど、なんだかわかりますか？ミラーボールも回してます。今日はちょっと可愛くしてみたんですけど、どうですか？今日は特別なリコチです。今日は特別なリコチなんです。今日は特別なリコチなんです。ごまはぎさんありがとう、ハート。ぼやっきーさんかわいい、ありがとう。なんと今日は特別リコチなんです。やった、かわいい。ほんと今日はこれから久々のおうちこり公演をしようと思います。おうちこり公演です。今日はおうちこり公演です。テイカーさんハートありがとう。キヨニーかわいい、ありがとう。おうちこり公演をします。定型文リセットされて、うそー、いつの間に。おうちこり公演でーす。プンプンパフパフ。そんなことないよさん、ミルクありがとう。私が特別に今日のために考えたセットリストでお送りいたします。あ、手動でリコチのために働く。じゃあおうちこり公演とこ、おうちこり公園、うん、瀬戸内 PR 舞台に入りたい。ドン、できた。つのさん、バラありがとう。すごい。え、そんな紙せとりじゃないと思います。紙せとりじゃないなかったら本当にごめんなさい。でも私なりに STU の好きな曲を集めました。皆さん準備はできていますか？今日は私が瀬戸内 PR 舞台に入りたいよっていう気持ちを公演で皆さんにお届けします。なので受け取ってください。最後まで見てくださったら嬉しいです。カピバラミキアさん、ファイトありがとう。レッツチコチコ公演、レッツチコチコ公演。嘘、あと1時間。それはもう終演時間じゃん。なべさん、ミルクありがとう、ありがとうございます。え、どうしよう、どうやって始めるんだろう、こういうのって。みんな最後まで見てくださったら嬉しいです。STU の曲を盛大に弾きました。あ、エンジンからね、 OK。 弾きはこんな感じです。どうでしょう。スカートを履いてます。見えなかった。オーバーチャーから。あ、じゃあまずはエンジンからいきましょう。影慣れもやっとこう。オーバーチャーは私イヤホンをどうしても探したのになかった。オーバーチャーなかった。じゃあ手動でやりましょう。じゃあエンジンですね。エンジンはあの曲とかをしますから皆さん注意しようね。音響はこちら、大丈夫。カメラさん。じゃあファンの方
大丈夫ですね。シューズも履いてます。裸足で踊ったら私あの今地面を突き破って金具が出てるんですよ。だから怪我しちゃうちょっと良くないよね。こみさん可愛い、ありがとう。掛け声でね。じゃあレッツチコチコ公園、おうちこり公園で行きますよ。じゃあみんなも手を合わせて、じゃあ皆さん集中してやりましょう。集中してやりますみんなもみんなはじゃあみんなはいっぱい声援送ってね。私はあのおいおいとかリーコチリーコチとか言ってください。リーコチとか言ってくださいね。ではでいきます。みんなの夢が叶いますように。おうちこり公園、ストーチ PR 舞台に入りたい、行くぞー。あーよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お、すごい。じゃあ影慣れ、影慣れはじゃあもうここでしますね。今回の公演はリコチが考えた、昨日の夜考えた曲、 STU の曲ばっかりです。なので STU48 が好きな方はきっとすごくすごく湧いちゃう、そして STU48 を初めて知る方もおっってなるような公演になっているんじゃないかと思います。あ、キンコンカンコン言うの忘れてた。あと工藤理子は、振り付けの関係上しゃがんだりするとここしか見えなくなっちゃうので急遽しゃがみません。しゃがまず立ってやるんですが、あらかじめご了承ください。衣装の早着替えはなしですね。ちょっといや着替えたいなと思ったけど、ちょっと今日はこのフォルムの駆動を珍しいじゃないですか。なのでずっと見てほしいなって思いました。うん、芝居さんミルクありがとう。あとはすごい緊張感の緊張感のない影慣れ。工藤は結構緊張しているので、いっぱい間違えたりすると思うんですけど、あらかじめご了承ください。文ちゃんハートありがとう。あとは、コメント欄でいっぱいコールをしてくれたらいっぱいいっぱい喜びます。リーコチとかおーいとかおーいおーいとかタイガーサイバーとか言ってください。はーい、コウジさんハートありがとう。はーい、あと MC はグダグダかもしれないけどよろしくお願いします。はーい、あと何がいいかな、何言った方がいいかな、うらおいもお願いします。あと何がいいかな、急に水を飲み出すかもしれませんがご了承ください。あとなんだろう、あと何がいいかな、そんぐらいか。まもなく開演です。もうしばしお待ちください。あ、どんな風に、私そう、今日は特別に前座ガールズが来ています今日は特別に前座ガールズをしていま、もあ、サイリウムの色は水色と黄色統一でよろしくお願いします。前座ガールズが来ています。はい、なのでまずは前座ガールズお呼びいたしそうと思います。では前座ガールズの
前座。はい。前座パンプキンガールズの工藤理子です。まだ研究生なので公演には出られないんですが、前座で盛り上げていこうと思います。よろしくお願いします。前座ガールズってSTU48のさ、あの前に言うやつだよね。そうだよね。よし、じゃあもう曲、じゃあ皆さんたくさんコールをよろしくお願いします。じゃあ前座パンプキンガールズよろしくお願いします。熟していない青いレモンが僕は好きだ。僕はもう生まれてからもう何個かじっただろう。青いレモン、水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。あー酸っぱくて苦くて顔をしかめた。突然走り出したくなった。青春とは理由のない衝動。まだまだ答えは見つからないけど、僕はあの空問いかけ続けるだろう。自分はどうして生まれてきたのか、何のために生きているというのか。思い切り青いレモンにかぶりついた時のほとばしる果汁が、若さが、少しくらい制服や辺りを汚したって構うものか。君が僕に投げてよこしたね、もぎたての香りの青いレモンを。ああ友情はいつしか実ってるもの。夜明け車で語り合った、卒業まで時間がある気がした。まだまだ未来を考えられずに、もう一回求めてた近くの現実、目を背けながら誰のために夢を見るというのか。レモンの木があったんだ。白い花を今でも覚えてるよ。まだまだ答えは見つからないけど、僕はあの空問いかけ続けるだろう。自分はどうして生まれてきたのか、何のために生きているというのか。青いレモンを丸ごと一個食べ終えて、僕は幸福感に満たされる。酸っぱさも
苦さも人生なんだ。ありがとうございました。前座パンプキンガールズで青いレモンを聞いていただきました。どうでしたか？すごい、ギフトも嬉しい、ありがとうございます。ちょっと一番最後に読み上げたいと思います。私は全然まだ歌はまだまだなんですけど、いっぱいボイトレとか頑張ってます。で、瀬戸内 PR 舞台に入ったら歌でもなんかちょっとグイッとできるように頑張りたいと思います。イエーイ、研究生頑張ります。昇格できるように頑張ります。パンプキンガールズ卒業できるように頑張ります。ありがとうございました。それでは間もなく開演です。もうしばしお待ちください。あ、頭が見えちゃう。今私一人しかいないので、ちょっと音源をちょっとちょいちょい途切れ途切れでやりますね。STU48 のやっぱこれは自分で発動するべきかな。みんな頭の中でなんかないかな。ちょっとグダグダってる今。では次の曲に行きたいと思います。あれ、それでは聴いてください。暗闇。太陽は水平線の彼方を目指して、あるがきただらかする夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてうざまでいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らして見れば何かが見えたから。あ、2番だった。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで鮮やかに見られてる知識。星たちは自分が暮らす、僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人に何かなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜
ったんで説得力がない。どうせならばもっと生々しくお互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ。暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。僕は叫んだ。波の音よりも大きく自分へと届くように。夜よ僕を詩人にするな。綺麗事では終わりたくない。生きること傷つきうろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てるの。丸裸になって気づくだろう。暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。見てた夢を思い出せない。すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに。まぶた閉じてもそこに僕しかいないよ。風を待とうこの岬でもう少しで春は来るはず。青い海に寿司が跳ねて君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても愛はなし上げ。ただ会いたくてそれが恋と気づいた今さら。たぶんだ反戦のように僕は何もできずネギの中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君が元気か夢は見続けてるか。風が吹くよ入り江を向く。わしは見てた春と一緒にまた鳥が帰ってきたら僕はやっと君に言えるんだ。 I can't stop loving you 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I wanna hold you tight 抱きしめたいよ。波のように切ない願いよ。風が吹いてくるまで見つめる僕は三杯に立って君を
なっていよもあろう。風を待とうこの岬で、もう少し歩くはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎて、今夜の仕上げただ会いたくて、それが恋と気づいた今さ。しまいたい運命の糸引き寄せられた一瞬の水分。街角線路で走ってた時、店から出てきた人とぶつかって、虹に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんて、そんなわけだけどドラマチックな恋で驚くような奇跡が残っちゃダメね。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく、感じたいの反動的に巡り合って、燃え上がって灰になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリルでいたら愛せはしないわ。衝動だけでも長続きしない、どんなことがあったかなんて思い出せない、入り口がいい。キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく、感じたいのそんな出来に出くりなって、燃え上がって灰になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。そして一瞬のスリルをお聞きくださいました。皆様どうでしょうか。盛り上がってるかーい。私は盛り上がっております。本当はちょっと大好きな人をやろうと思ったんですけど、ちょっと音響トラブルのせいで先にユニットのところで
一瞬のスリルをやろうと思ったんですけど、大好きな人の代わりに先に一瞬のスリルをしちゃいましたが、どうですか。ありがとうございます。スタンド席盛り上がってるよ。アリーナはどうなんだい。ありがとうございます。さてさて、それでは公演記念写真撮影を行いたいと思います。セットバックから、皆さんぜひスクリーンショットお願いします。リコちゃんアイドルみたいだ。アイドルだから。アイドルだから。待って、アイドルだよ。どんな風がいいかな。どうかな。はい、チーズ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 。うん、ちょっと盛れるところがいいよね。ここら辺かな。はい、チーズ。イラストかわいいでしょ。これは生誕祭の横断幕です。はい、チーズ。よき。よき。よきですか。はい、チーズ。よきチーズですか。やったやったよきチーズですね。ありがとうございます。それではまずは自己紹介からしていきたいと思います。それではいきます。おはっこりー、スタジオのみーながりこちのとりかーありっこりー、山口県出身19歳のりこちこと工藤りこ、山口県出身20歳のりこちこと工藤りこです。今日もよろしくお願いします。りこちです。リコチです。リコチです。どっちもリコチです。どれもリコチです。よろしくお願いします。あ、もしおうちこり公演のスクリーンショットハッシュタグ工藤リコとかハッシュタグリコチステオチ PR するってよとかつけてくださったら、ツイッターでツイートしてくださったら見るので、ぜひぜひよろしくお願いします。1回目の20歳いつも19歳20歳、この前の公演はちゃんと言えたけどちょっと言えなかったです。ちょっとまだ私20歳に慣れてないみたいです。20歳に慣れてない、慣れです。まだ慣れることができていません。二十歳なんですけど、理論上、何？法律上？戸籍上？二十歳なんですけど、二十歳です。よろしくお願いします。さあ、皆さん、どうですか？パンプキンちゃんたちはちょっともう帰りましたね。チコチコ、はい、どうしよう、どういうことを喋るっけ。じゃあ次の曲に行きますか。じゃあその前にまずは告知だけしておきますね。私は今ストーチ PR 舞台に入るために頑張っています。ストーチ PR 舞台とはストーチを特に盛り上げる7人がファンの皆さんの投票で決まるよという感じなんですね。でその7人にどうしても入りたいので、私は今このおうちこり公演で皆さんに思いを伝えるべく頑張っております。私はいっぱいこう
私は公園が好きなんですけど、公園でファンの方と笑顔を共有したり元気を共有したりすることが大好きなんですけど、ストーチ PR 舞台に入るとなんと全国ツアーがあったり、ファンの方が投票で決める全国ツアーがあったり、それとかなんか9枚目シングル、今は8枚目なんですけど、次のシングルでカップリング曲をいただけたりあるのです。それとかもう決まってるのがサンリオピューロランドでライブとかめっちゃいいなと思ってるので、もしよろしければ工藤理子に投票してくださったら嬉しいです。詳しくは OK Google で、 OK Google じゃないか、なんだろう、 Google とか Yahoo とかでキャラアニ STU で調べてくださったら、ぜひ STU って入れてくださって、で、まあ、CD をご購入されるとねCD をご購入されると投票できるので、ぜひぜひST48 のホームページから調べてくださると嬉しいです。そして工藤に投票してくださると嬉しいです。本当？購入します？嬉しい、工藤喜びます、ありがとうございます。7人に入りたいので、ぜひ皆さん力を貸してくださったら嬉しいです。ありがたい、ありがたい。そうなんです、実はもう4月18日の月曜日までなんですね、投票を変える期間が。そう、ちょっとそうなんです。あ、プロフィールのリンクからも飛べるので、ぜひぜひ見てみてください。そして ST48 のそうファンクラブからも投票、ファンクラブの会員の方はそれで 0.5 ポイント投票できたり、 DMM を月額購入されてる会員の方は1ポイント入ります。これを逃すと初回限定版のみとなっております。そうだまあぜひぜひ皆さん工藤にいっぱい投票してくださったら嬉しいです。ちなみにおしまし券、それはその後工藤とお話ができるので、お話が、工藤とおしましという形でお話ができるので、工藤のお話し会に来たいよって方もぜひそちらでご購入していただいて、私に投票して、そして行きたい都道府県、全国ツアーを開催できる お豆腐県じゃなかった、都道府県もなんかファンの方の投票で決まるので、ぜひどこどこのリコチが見たいとか僕のところに来てほしいっていう方はぜひともそこにたくさん投票してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そう、そして先輩方の違う48グループの先輩方の劇場にも行けるので、はい、ぜひともよろしくお願いします。あ、劇場にも出張公演できるんですよ。本当に行きたくて行きたくてしょうがないので、ぜひこの公演を最後まで見て気になったよって方はぜひ工藤に投票をよろしくお願いします。では告知もいいところなので、ぜひファンになってください。この公演を見てファンになってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ギフトは最後に読みます。では次の曲に参りましょう。次の曲はちょっとさっきまでのキャピキャピとは違った、 STU48 の曲の中でもすごく私も大好きで、すごくメッセージ性の強い曲となっております。それでは聴いてください。
誰かに足を踏まれ痛みを感じて気づく僕誰かの足踏んでるのだろう人の身を歩いてることが嫌になってしまった明日は抜けたなく懐かしい土の上を歩きたくなった気分感何かが終わるなら次の何か始めたいい夢から戻って見ればいい生まれ育った大地に人生はいつだってやり直しができる何度も何かが終わるなら次の何か始めればいい夢から覚めるなら次の夢を見てみようか僕は原点に帰るよララ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 息苦しさ逃げ出したいって思ってたガラスの音張り続けるように模範的に立ち振る舞い放射の火を回った髪切れの卒業証書なんだこれから先の人生で役に立つものか制服がこんなに重たいものだなんて不意な瞬間今初めてわかったんだ羽が生えたように心軽くなって僕はもっと上の一歩飛んでゆけるよこれから何が起きるのか誰も知らない想像もできない未来にはそんないいことばかりじゃない確かなことはそれだけだ制服に自由を縛られてたんじゃなく飛べるわけがないと勝手に諦めてた制服がこんなに重たいものだなんて不意な瞬間今初めてわかったんだ羽が生えたように心軽くなって僕はどこへも人を飛んで
とうございます。原点と制服の重さをお聞きくださいました。どうでしたか？冷房はつけていません。すごいたくさんコメントで盛り上げてくださってありがとうございます皆さん。なんかこの曲はすごい私も好きなので皆さんに踊っているところをお届けできて嬉しかったです。白鳥がシュールですよね。首を絞めないで。体感良くなってる、嬉しい。やった、体感、そう、体感も頑張って鍛えています。嬉しい。本当ですか？白鳥マイク、暑い、ちょっと汗を拭きますね。あのアイドルパワーでちょっと今日はあんまり汗かいてないんですけど、いつもはもっと汗をかきことかきます。公演中結構汗をかいています。ちょっと水分を補給したいと思います。下の階の人に申し訳ないな、下の階の人に申し訳ないな。私どうですか、私のまだまだ足りませんか？まだまだ足りませんか？工藤のことをこの公演を見て好きになったよって方はいますか？うん、ちこい公演私も楽しい。下ばかりの人は気にしなくていいか。工藤のことを気になってきたよって方はいますか？いるよ、ほんと嬉しい。好き、ほんとはいって、いるって、ありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。じゃあ何を話そうかな。じゃあとっておきの話、あのさっき投票って言ったじゃないですか。なんと工藤も自分で投票します。自分で自分に投票をすることを決めて、明日 CD が届きます。私は初回限定版、初回限定版が届きます。なんと自分に投票します。ちなみに今のところ STU ファンクラブにも私入ってるので、自分に投票して 0.5 ポイント、 0.5 票今自分に投票しましたことになっているので、あと票をちょっと入れたいと思うので、明日お時間があればカキカキ配信を一緒にしましょう。でも明日もおうちこり公演するかも。なのでまた来たいよって方は、また見に来たいよって方はぜひ私の配信をフォローしてくださったら嬉しいです。お願いします。え、すごい、京都からって嬉しい。リコチのことを好きになってくれたら嬉しいです。パワー系だって。あとはあのぜひぜひあの何票投票したよとか、リコチもうこの配信でもいいので言ってくださったらもう嬉しいです。報告ぜひお願いします。そう、自分の、そう、自分のサインとか全然ゲットできちゃう自分でもうそれぐらい私も本気なので、皆さんにその本気が伝わるといいな。よろしくお願いします。シングエサールさん、違う、ハートありがとう。最後に読むんだったギフト、あ、ありがとう。フォローしてくださった方、投票してますって、ありがとう。ではでは、そんな私たちにぴったりの曲があるので、次はこの曲で
次の曲もしっかり聴いてください。しっかりしっかり聴いてください。すっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。だってこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れってことはこれ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていることしているから、ここでいいんじゃない。気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、でもない人は誰だって照らしない生き物だけど、声を聞いた日に行け。ああ誰たちが心
足首泣いた。さあ一度かわり何が何だか今も引き出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶり全力で最高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 気持ちいい自分に頑張れ。僕らの人生に やるかやらないか。いくぞ。ああ下手れたちよ。ここで一度走ってみないか。さあ一度かわり何が何だか今も引き出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に。せーの頑張れ。僕は絶対下手だって言われてきた。自分も下手だって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手れだってやるときはやるよ。ありがとうございます。無謀な夢は覚めることがないと下手れたちを2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ちょっとさっきちょっとぐしゃってなっちゃったけど許してください。はい、この曲は ST48 の曲の中でも夢を追い求めて頑張っている皆さんを応援する曲となっています。汗を拭きたいと思います。私はこの2曲がすごく好きで、無謀な夢は覚めることがない、まあ本当に特に大好きな曲です。無謀な夢ってきっとたくさんあるじゃないですか。例えばお金持ちになりたいとか、無謀じゃないかもしれないけど聞く人とか言う人にとっては無謀に感じられるかもしれないけど、そんな夢も諦めずに立ち向かって追いかけていけば絶対に叶うよって、そういう曲です。私が特に無謀な夢を覚めることがないの中で好きな歌詞は、根拠はなくても自信があればいいという歌詞で、なんかきっと根拠ないじゃないですか、こうなりたいとか。なんか根拠はなくてもなんかなれるっていう、なんかその夢が叶うっていう根拠はなくても自信を持って、自信があればなんだろうなって私は思ってて、なのでステージ PR 舞台に入ることも無謀な夢に聞こえるかもしれませんが、私は一生懸命頑張ります。根拠はなくても自信いっぱいで頑張ります。よろしくお願いします。ヘタレたちを、あ、すごい、あ、すいません、ちょっとあれが来ました。ヘタレたちをはとにかく下手れですよ。下手れにみんな、下手れなみんなに、下手れなみんなに
寄り添って、そして背中を押してくれる曲です。私もヘタレ代表と言っても過言ではないぐらいヘタレなので、ヘタレでも頑張ります。ヘタレでも頑張ります。ありがとう。リコチとお友達になる、だって無謀な夢。リコチに会いたい。それは無謀な夢じゃないよ。リコチに投票しましたって、ありがとう。そう、夢を掴んだ人より夢を追う人がいい。そうだよね、夢を追っていきましょう。わあ、ありがとうございます。では、え、もう9時？は、早いね。渋谷ノート思い出す。そうだね、私ずっと覚えてますよ。11月6日、11月6日は渋谷ノートに出た日です。ほぼ7日か。11月6日は初めて音楽番組の渋谷ノートさんに出演させていただきました。私はヘタレたち用の選抜メンバーではなかったんですけど、未成年ん成人メンバーではない子の代打として、あの、出させていただきました。代打でもすごい嬉しかったです。それ、そのチャンスを私に与えてもらえるのがすごい嬉しかったです。これからもチャンスを掴んでいきましょう。じゃあ最後の曲、最後の曲ですよ皆さん。最後の曲、続いてが最後の曲です。アンコール、あ、アンコール後とか考えてなかった。アンコール後とか考えてなかった。じゃあ、リコチ、リコチ、リコチ。リコチ、リコチ、リコチ。いつも私、あの、公演、課外活動の方で課外活動の方で慣れてるので、教えてた。アンコールとかない世界に生きてたから。では、リコチ、リコチ、それでは聞いてください。夢力、夢力出そうぜ、全力でいこうぜ、人生なんてどうもない、道ばかりで真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だった。疲れが自分で感じずに先を急いでたよ。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように、なぜに夢だと夢力出そうぜ、汗かいて踊れ、全力で行こうぜ。最高じゃなくて今だけど、いつだって青春に近い。2番だよみんな。どんな日だってお預けにされて、自分の満足この子に放ってた。
しく イメージを受けよう、 最後まで走れ、 どこからが力が担える、 僕らはどこからがすごいぞ、 何度もダメだと諦めてしまっただろう、そのたびにもう一度思い出してきたんだ、あの夢を、夢力が染まって、せーの声出しして踏ん張れ、全力で行こうぜ、最高のその世界に絶対に叶わない、夢なんかない、諦めなきゃエンジンは動くよ、公演は不定期開催していくので、ぜひまた見に行きたいよって方はぜひ工藤のことをチェックしてください。チェック、汗かいた、わーなんか楽しかった、見に来てくださって本当にありがとう、本当にありがとうございます。楽しいおうちこり公演でした、よいしょ、ふう、定期公演希望、え、本当です、え、前髪切って正解、本当、え、定期公演希望する人、アンコール、じゃあ最後にまた青い全然ガールズでも出そうかな。嬉しい、あ、違った、え、嬉しい、みんながそうやって最後まで見てくださった方嬉しい、え、嬉しい、ストーチ PR2 票ですが投票しました、ありがとう、嬉しい、そんなに私のこう最後まで見てくださった方ありがとう、もう一回する？もう一回しますか？え、本当に嬉しいです、ありがとうございます、工藤にストーチ PR 舞台入ってほしいって思った人、ちょっと私今すごい調子乗った発言してないかな、思ってくださいましたか？工藤に投票したいって思ってくださいましたか？ありがとう、ありがとう、嬉しい、めちゃくちゃみんな優しい、嬉しい、工藤も頑張るので投票してくださったら嬉しいです、投票してくれてありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。
私の配信を見てくださって本当にありがとうございます。じゃあ最後にまた前座ガールズじゃなく工藤理子としてあの歌を歌って終わりましょう。よいしょ。じゃあ待ってね。すごい嬉しい。投票頑張ってるよってありがとう。ツアー T シャツに変えて。ツアー T シャツ私実家に持って帰っちゃった確かに着替えればよかった。まあまあこれも味ということで。では最後にまた前座ガールズじゃなく工藤理子として歌っておしめましょう。それでは聴いてくださいまたかよー、みんなの気持ち、またかよー。熟していない青いレモンが僕は好きだ。生まれてから僕はもう何個かじっただろう。青いレモン水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。酸っぱくて苦くて顔をしかめた。突然走り出したくなった。青春とは理由のない衝動を。まだまだ答えは見つからないけど僕はあの空と追いかけ続けるだろう。自分はどうして生まれてきたのか、何のために生きているというのか。思いっきり青いレモンにかぶりついた時のほとばしる果汁が若さだ。少しくらい制服やあたりを汚したって構うものか。君が僕に投げてよこしたね、もぎたての香りの青いレモンを。友情はいつしか実ってるもの。夜明け車で語り合った、卒業まで時間がある気がした。まだまだ未来を考えられずに僕は理想ばかり追い求めてた。近くの現実目を背けながら誰のために夢を見るというのか。気があったんだ、白い花を今でも覚えてるよ。まだまだ答えは見つからないけど僕はあの空と追いかけ続けるだろう。どうして自分は生まれてきたのか、何のために生きているというのか。青いレモンを丸ごと一個食べようと僕は幸福感に満たされる。酸っぱさも苦さも人生なんだ。
ありがとうございました。あ、工藤大満足です。リコちゃん大満足です。ありがとうございました。青いレモンをお聞きいただきました。本当はお風呂の中で歌いたいなって思ったけど、3回も歌ったらきっとみんな飽きるだろうと思ってちょっとやめてる。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。おうちこり公演また開催します。明日もやってるかも。ありがとう、ありがとうありがとうございました。ほんと嬉しいです。今来た嘘を来てくれてありがとうございます。ありがとう。じゃあギフトを読んでいこうと思います。またあすさん、ありがとう。お手紙ありがとうございます。わたやんさん、だるまありがとう。はるるんさん、かわいいありがとう。人生方向音痴さん、ハートありがとう。ちとせちゃん、かわいいと尊いありがとう。村上さん、音符ありがとう。こうきちさん、音符ありがとう。じんさん、ミルクありがとう。シング SR さん、かわいいありがとう。にゃんこ先生、音符ありがとう。アントーナツさん、ミルクありがとう。ルタくん、ファイトありがとう。しわいさん、ハートありがとう。しんいちさん、ハートありがとう。シング SR さん、ハートありがとう。メロンパンさん、ミルクありがとう。おたやんさん、ペンライトありがとう。サンハさん、ミルク、ペンライト、間違えた、ミルクありがとう。人生方向音痴さん、ミルクありがとう。シング SR さん、ハートありがとう。おたやんさん、パチパチありがとう。メロンパンさん、ありがとう、ありがとう。シング SR さん、ありがとう、ありがとう。コンキチさん、間違えた、コウキチさん、コウキチさん、音符ありがとう。坂倉さん、ミルクありがとう。メバルさん、音符ありがとう。キヨニー、ミラーボールありがとう。ありがとう。シワイさん、ペンライトありがとう。メバルさんもペンライトありがとう。ワタヤンさん、音符ありがとう。ハルルンさんも音符ありがとう。ワンタンメンさんも音符ありがとう。人生方向音痴さん、ミラーボールありがとう。コマロさん、ミルクありがとう。ノリミョウさん、流れ星ありがとう。シング SR さん、ファイトありがとう。ありがとうもありがとう。コマロさん、ミルクありがとう。ピーマンさん、猫ちゃんありがとう。タケさん、ハートありがとう。シュンエサールさん、かっこいいありがとう。嬉しい、ありがとうございます。クジマリちゃん、尊いありがとう。 NRR0022 さん、猫ちゃんありがとう。ソンハさん、ミルクありがとう。あ、10曲だったんだ、考えなかったです。カピバラミキハ君、かっこいいありがとう。ダンケうどんさん、レインボースターありがとう。ダンケうどんさん、ミルクありがとう。やったん、流れ星もありがとう。ダンケうどんさん、ありがとうございました。この公演を見て少しでも私のことが気になったよって方は、ぜひぜひこの配信をフォロー、このルームをフォローしてくださると嬉しいです。ありがとうございます。そして私は瀬戸内 PR 舞台に入りたいので、ぜひこの公演を見てリコチーのことちょっと応援したいなって思った方は、ぜひとも一票でもいいので私に入れてくださると嬉しいです。詳しくは ST48 のホームページから見てみてください。でもなんかキャラに STU って調べて、シリアルコード付きのおしまし券を買ってくださると投票できるので、ぜひシリアルコード、シリアルコードだっけ、シリアルコードだっけ、シリアルコードか、ちょっとあーなってるシリアルコードいっぱいカチャカチャしてくださったら嬉しいです。ありがとうございました。ではお見送りです。39位からお見送りしていきたいと思います。伊藤ひろしさん、ハートありがとう。ちょっと応援したくなった、ほんとありがとう。明日も、あ、そうじゃん、それでは最後の挨拶だ。それでは最後の挨拶をしましょう。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんじゃん、ありが
がとうございました。あ、そうですね、ちょっと後味悪いんですけど、 ST48 ファンクラブの会員の方は投票結構簡単なので、ぜひとも駆動に投票してくださると嬉しいです。それぜひ言ってください、投票したよとか。伊藤ひろしさん、ハートありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。では壇上の方をお呼びいたしたいと思います。ほんとよかった。メバルさん、コマロさん、バボさん、チューチューさん、ソンハさん、ダンケうどんさん、ポムさん、ワンタンメンさん、ピーマンさん、ソラナルさん、タコミンさん、ジンさん、コウキチさん、貝柱さん、伊藤ひろしさん、ひまわり29さん、カエルくん、ケロくん、カエルくん、カエル君、エダモンドさん、ナグチさん、ナベさん、クニちゃん、コキさん、モビさん、ティウさん、坂倉さん、シワイさん、そんなことないよさん、CO2 さん、ボヤッキーさん、ワタヤンさん、マシャさん、ブンちゃん、ハルルンさん、そして本日の秋元先生枠は、ノリミョ先生です。ありがとうございます。ノリミョ先生、100票投票してくれてありがとう、ありがとう角さん、キヨニ、ありがとう。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は、ハンガーダンさん、読めてるかな、ハンガーダンさん、ありがとう。ハンガー持ってるひよこちゃんが、 Thank you、 ありがとう、最後まで見てくれて。そして第2位は、人生方向音痴さんでした。ありがとう、ありがとう、人生方向音痴さん、最後まで見てくれてありがとう。そして第1位は、シングSRさんでした。ありがとう。え、初めて1位、ありがとう、シングSRさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。あー、みんな配信、公演配信を見てくれて本当にありがとう、嬉しいです。また開催するので見に来てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。おー、ごめんなさい、突進しちゃった。ありがとう。じゃあこの後はメールやツイッターで2人だけの時間を楽しみましょうありがとう。次回のおうちこり公演も楽しみにしててください。じゃあねー、みんな、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ、いい夢見るね、ありがとうございました、またね。バイバーイ、おやすみなさい。